どんどんマシになってるね。またこれ、西大路の駅前ですね。あれ、気持ち来たよ。ワコールの、ワコールか。あの町品川に西大路をずっと行って、西大路大宮とかあっちの方にもね、行くみたいだった。私のまね、乗ってても高いんですけど、せっかくだったらね、乗り降り自由ですし。こんな感じで。この西大路の方まで出てしまえば、いくらでも、乗り時もバスもありますし、西大路別にここから駅乗れば、駅前もすぐ行けますしね。便利なところなんで。どっかにポストねえかな。どっかにポストなかったっけ。西大路。別にこの辺りなら。つか別に行く前に、行く前にあったっけな。郵便ポストって言ったら探しとると見つからんよな。何気なく歩いとると、どこ見でもあるんですけどね。ついでに朝飯も食ってこう。西大路の駅前だ、この辺りだったら何かしらあるでしょうと。なんだこれ。へぇー。こんなのあるんだ。結構本格的なお店。だからそこにパン屋さんあるの。やるね。さあ。あれ？どこにポストあったと思うけど。これ探すとねえな。あったあったあった。あそか。今回ね、U パックじゃなくてね、あ、まあ映したらダメだ。U パックじゃなくてね、レターパック。とりあえず何がいいかというとね、荷物が少ないときはこっちも安いですし、何よりね、こういうね、あ、大丈夫だよな。こういう。よし、入った。こんな感じでね、入れて使うっていう手ができますからね。そう、集荷する郵便局とかにね、行かなくていいっていうのが、いいですね。西大路。駅前入れてもいいんだけどな。140円で京都出れるしね、ここからだったら。普通にこっちのルートで、なぜか案内が出なかったね。別に西大路乗り換えでこっち行ってもいいし。飯だけ食って、さっきの白状するルートもう一回行ってもいいですしね。これは渡ってどこに行けるんや。せっかくやし。奥には行けないですね。あ、そういう感じな。へぇー。せっかくだからちょっと北上しながら。あれ、宮本村ってこんな感じになってんだ。シャントルマンに。あ、でもこの村し、11時からなんだ。よし。